はい、ということで今回はですね、はい、ある引退選手を密着したいと思います。サジャレース時代、はい、めっちゃ髪です。結構いい時間なんだけど。マシマ達也さん、サジャレース時代に一緒にプレーしたんですけど、でマスが昨年引退したってことで、はい、今何をしているか今日一日密着させていただきたいと思いますの で今日なんか家族でなんと深い、はい、番組、深い番組に、はい、深い番組収録があるみたいで、そちらを、まあ、撮らせていただけるということで密着させてもらおうと思います。はい、行ってみよう。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。おはようございます。こんにちは。撮ってるんですか。マスファミリーです。こんにちは。こんにちは。マスファミリー、レイコさん、はい、お願いします。お願いします。今日は家族撮影、家族で撮影があります。家族で会うんですか、そういうお仕事。引退してちょっとずつ、たちゃんが引退してちょっとずつ増えてきたんで、後で聞くんですけど、今何してんですか。今何してんの。のんびりですか。のんびり暮らしてます。なるほど。でたまにこうやって収録して、そう家族でこうやって収録したり、個人で撮影したり。なるほどね。のんびりしてます。いや早速ちょっと密着させてもらうので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。引退したじゃない。はい、昨年。まず引退の時ってどうだったの。いや、引退の時、めっちゃ寂しかったっすよ。あのラストの試合、引退するって決めてやってたから。あの年で辞めるっていうのを決めてたの。いや、キャンプの時は今年でラストにしようと思ったけど、試合やってたら、うわ、まだまだやりたいと思ってきて、でも、最後、あの戦力外って言われて、でどっかチーム探そうかなと思ったけど、やっぱ地元で辞めたいから、もう辞めますって言って。戦力外初でしょ。どうなの、あの時。そんな風なんだ。寂しい、いい経験でしたね。え、何きっかけは、引退のきっかけっていうか。いや、もう僕はもう地元で辞めたくて、どうしても、で、自分が90分試合に出て辞めたかったんですよ。だからその、全てが整ったから、このタイミングかなと思って。オファーもあったんですけど、他のチーム行って辞める方が、2、3年やっても多分後悔するんだなと思って、地元で辞めなかったこと。そう、マスも YouTube チャンネルやってるんですよ、家族で。家族のコンビニ、まあ、マスがサッカーのコアな情報届けたりとか。のんびりしてます。いや、釣り堀っすよ。はい、釣り堀先の撮影なんですね。子供は違いますね。テレビに慣れてる気がします。確かにカメラのあれが、カメラ慣れが、やっぱ YouTube の撮影してるからでしょうね。震えますけどね。貴様の松島レイクさんです。こんにちは、よろしくお願いします。ご無沙汰してます。さすが、もうハキハキしてる。先輩ですよ、もう。いや、まあ、今日マスも密着させてもらって、はい、引退してからっていうところで、率直にこの引退決意したときはどうでした。結構引退について二人で話し合うこともずっとここ数年多かったんですよ。でやっぱり、まあ、だんだんこうどういうふうに終わるかみたいなのを結構話し合っていたので、まあ、なんとなくここ数年終わりを意識してるなっていう感じはしてたんですよね。で結構こう自分が出た時に、まあ、いいパフォーマンスができて、なおかつ、まあ、地元っていうのもあっていろんな人がこう応援に来てくれてて、満足じゃないですけど、なんかこれが自分の花道かもしれないみたいなのを思ってる感じをなんとなくこう受け取っていたので、まあでも家族としてはもう本当になんかこう結局その自分がアスリートが決意しない限りはいろんな思いが残ってしまうので、まあどういう選択をしても応援するよみたいなスタンスではいたんですけど、ね、今日会った瞬間すごい穏やかだった。本当ですか。前回リバっていうプロジェクトのやつで兵藤選手の密着の時に、その時はちょっと疲れてるかもしれないですけど、責任もありましたしね。選手試合はね、一緒にやってて、もう本当あのポジション取らせないっていうか、チームも同じポジションで、そう、同じポジションでバチバチやってたんですよ。そうですよね。まあ、一緒に出た試合もたくさんありますよ。これ釣り堀にで撮影してる経緯とかって
橋島さんが釣りがお好きとかっていう感じ。そうそうそう、そうだと思いますよ。で結構なんか角度でそれこそ釣り堀行ったりとか、はい、本当に釣りが好きだから。あ、一つ変わったのが現役の時はブラックバスとかの釣りだったんですよ、はいはいはい、でも最近は海釣りに行くようになって、海釣りだったらお魚釣って帰ってこれるから、今日魚釣ってじゃあ夜パパがその魚さばいて食べさせるからねみたいな、なんか言い訳にもなるからっつって引退して変わったのは普通のブラックバスから海釣りに変わりました。釣れますか？釣れましたか？魚の気配がないね。どう引退後の生活は？最高。最高。もう何も考えないで生活できるのが最高。さっきさ、奥様とも話したんだけど、本当に優しくなったよね。すごい優しくなった。穏やかになりました。めっちゃ穏やか。何のプレッシャーもないですもん。なんかね、常にこう危機迫る感じじゃないけど、もう戦うみたいな。いや、そうっすよ。だって那須さんもちろん分かってると思うんですけど、毎日の練習で人生変わっちゃいますからね。そう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 。だからそれがすごく伝わってきてた。あのレイソル所属とかさ、ポジション争いあるじゃん。そうそう、それぞれ。あれがもう嫌で。でしょ？でも、うん、あれで勝ち取れば、うん、いい景色が待ってる。まあそうだね。人間関係とかマジ難しかった。難しかったね、確かに。仲良くしたいけど、うん、あんまりね、そうそう、近づきすぎてもっていうね。うん。嫁さんによく言われます、ね。人が変わったね。そう。全く怒らなくなりました。また喧嘩しなくなりました。あ、そうなんだ。え、那須さんもやる？あ、じゃあ勝負しましょうよ。俺、竿に愛を伝導するから。わかる。俺は魚と会話します。ナスの竿が。はい、それいやらしいけど。ナスの竿？なんでいやらしい？短いかもしれない。じゃあ行きますね。はい。今日の釣り仙人は釣れなかったですね。ほら、ほら見て、現役の時の顔になってる。ほら、ちょっとずつ、はい、勝負地の顔になってるでしょ。移動したくなさそうな顔してますけど。自分を納得させるのにちょっとね、もうちょい時間かかりますね。なるほど。4問生還しました。あ、いっぱい釣れたね。え、あれ収穫、収穫あら、設定でいこう。何それデカビタシー、美味しい、好きだね、優しいね、今日一の笑顔出てますね、好きだね。これはブドウジュースです。ブドウジュースです。カメラ2台なんかあってすごいね。今度はカットを変えて、はい、公園で遊ぶところですかね。あとママだけよ。ああ、危ない。ママ。ひどちゃんじゃないね。ひどちゃんじゃないね。これ聞こえた。あのヘアメイクさんです。オッケー、オッケー、よっしゃ。ちゃんとレイコさんも入れてない。いつもこんなんすよ。そうなんすね。あれ、俺携帯がどっかなくなってる。携帯がどっか行っちゃった。落とした。落としました。どっか落としましたね。こういうことやってるから、ね、携帯落とした。嘘でしょ。携帯走って落とした。え、ポケットに入れてた。ここに入れてた。やだ。いや、ありました。いや、もうガチになりすぎて。ああ、危ねえ。チーたちに集中しすぎた。でも子供相手にもう本当ガチで。我が家本気なんすよ、いつも。それがなんかいいのかなって。はい、ということでですね、お家お邪魔してます。はい。はい、これ映しちゃっていいんですかね、はい、このちょっと。ちょこっとだけ。ちょこっとだけ。ちょこっとだけ。ゆっくり映しとるかな。まあちょこっとだけね、はい、本当素敵なお家なんですが、はい、実はこれ
別日なんですよ。はいはい、今回初かもしんない。はい、うん、Jリーガーの奥様のご飯ということで、ご飯密着ですよ。ご飯密着する。はい、れいこちゃんです。はい、こんにちは。ちなみに多分動画でれいこさんかられいこちゃんに変わってると思うんですが、これはちょっと距離遠いなと。あー、なるほど。そう、なんかれいこちゃんって呼ばれてるのが多いんですよね。れいちゃんが多いですね。はい、じゃあれいこちゃん、その数日間の間で何があったんだって思われる。ちなみに2回目、はい、2回目、はい、アスリート飯ということで、はい、まあ今回ちょっとこう撮らせていただいて、はい、行きましょうか。はい、そんな上手ではないんですよ。人並みですよ、人並み。本当に、本当に人並みですけど、まあ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 、でも、うん、初ですから、ご飯、この作る現場。本当に1人目プレッシャーかけたくないすごく貴重な映像です。いやいやいや、頑張ります。お願いします。はい、今日はちなみに今日は、あ、メインはそう、あの、タケノコ。おお、季節も。そう、いただいたんですよ。へえ。ご近所のママ友から、うん、すごい大きなタケノコをたくさんいただいたんで、うん、気をつけることっていうか、一応なんかあのジュニアの野菜フードマイスターとかの資格も持ってたりとか、アスリートフードマイスター持ってたりとか、食の資格は何個か持ってるんですけど、一番気をつけてるのは旬のものを食べるっていうのは、そう、気をつけて。だから今回、いや、こんなでどうしようってすごい悩んでたんですけど、うん、ちょうど本当に旬のタケノコをいただいたんで、もうあのこのタケノコご飯を軸にちょっと普段食べてるやつにしようかなと思って、うん、うわ、美味しそう。タケノコご飯、はい、タケノコご飯、うわ、めっちゃ美味しそう。旬のものを食べると体にいいんでしたっけ、うん、ね、栄養価が高いんですよ。栄養価が高いんです。そう、そこが一番で、でもやっぱ旬のものって美味しいじゃないですか。美味しい。何でも野菜もなんか旬のもので季節を感じるっていうのもすごい大事だったりするんで、うん、結構なんか使って入れてますね。うん、適量な量ですね。はい、人参とかももう皮むかない。へえ。今ってすごいオーガニックの野菜とかこだわって作られてる野菜たくさんあって、うん、でしかも皮に栄養があったりするんですよ。うんうんうん、だからなんか昔ほど頑張って抜いたりとかしなくても気にせず食べれてるんですよ。で、時短にもつながるじゃないですか。まあ、確かに、それはかなりの時短に。そう、だからもう人参とかはあんまり皮むかないです、基本的には。知らんかった。謙遜してますけど、だいぶ料理できますよ、これ。言ってももう、主婦歴10年弱ですからね。でしょ？毎日のようにご飯作ってます。今日のメインは、あの手羽元を使った。めっちゃこれもまた簡単な料理なんですけど、我が家の超超超定番料理です。定番料理、ああ、もう子供も大好きで。ああ、今何をしてたんだろうね。穴を開けた。ゆで卵。ああ、なるほど。ゆで卵に茹でるのにこれ100均でめちゃめちゃ便利ですよ。見て、こうちょっと針が出るんですけど、うん、これで穴開けて、うん、あ、茹でるとあの剥きやすくなるんですよ。ああ、なるほど。毎知識100均です。100均ですって。そう、キッチンが広いね。そうですね、うん、この向かい合わせながら料理できるのとか、ね、すごい良くないですか。キッチンはね、あの高さとかもやっぱりこだわって、うん、ちょうどいい。いや、那須さんのちょうど良さではないですけど、でも男性もしやすいですよね。今ちなみに今日は また別日ってことなんですけど、この間にお子さんたちを迎えに行ってる、うん、そう、パパがね、パパそう、うん、習い事も今日は、そう、習い事、そう、だから着替えさせて習い事も行かせてますよ、うん、今日は行かせてるってことで、松島達也密着と言いつつ、ご家族密着みたいな、はい、はい、新しいパターンですね。新しいパターンってことで、そうなんですね。めっちゃ貴重映像、うん、さあ、今メイン料理、メイン料理、そうですね、そうそう、甘酢に、甘酢に、はい、あ、もう名前から美味しそうだもんね、調味料的には。まだ何も入れてないんですけど、この後、うん、お酢とお醤油と砂糖だけ、へぇ、でも煮るだけ、煮るだけ、そう、牛乳はいらないです。牛乳いらないです。今日牛乳は使わないです。これ絶対分かんないから、分かんないからね、視聴者さんも。ぜひ増島家チャンネルをご覧になってから、もう一回見ていただきたいですけど、ね、
おかえりなさい。帰ってきたぜ。靴下？靴下的な。何撮ってんだよ。ねえ、チョコ食べてきて。そろそろ。はい。できるということなので。え、みんな大きいの食べるのずるい。このお味噌手作りなんですよ。手作りなんだ。そういうフードマイスターなんです。すごすごいわそれ。いやだから広く浅くなんですよ。うん。いや広く浅くでも自家製ってやつですか。そう。味噌はここ数年自家製でお味噌毎年作って。こだわってるポイントは何ですか味噌。え、もう手作りっていうのがこだわりで、で材料も有機大豆とか、で麹とかもなんか今回は白米麹と麦麹とかにしたんですけど、なんか玄米麹とか、毎年自分で好きな麹選んで作るんですよ。そう、もう本当に美味しいんですよ。へー。味噌汁ぜひ食べてもらいたい。いやいやもう。そうなんですよ、実はいただくことになったんですよ。もうすみません。密着史上すごい濃い撮影をさせていただいてますよ、はい、多分これ本当に普通だったらすんごいこれかかってますよ、うん、本当に食べたんですね、ご飯の前に1個チョコ食べたし3、50個食べた、はい、あそこのさ、カメラの雪だるまみたいな、触ってくるよ。優しく触ってくるよ。バレない、バレない。触ってない。バレてない。バレてない。今 J リーガーのアスリート飯ってこと。はい。だいぶ昔なんですけど、チョンテセ選手密着で夜ご飯をこう、まあ、ところを撮影させてもらったものの食べさせていただくという、はい、初なので、はい、貴重な貴重な映像、ありがとうございます。いいっすね。なんか言葉が出ない、はい、見ればわかるっていう、俺が言う必要もない。さあこちらが松島家アスリート飯っていうことで玲子ちゃんに紹介してもらいましょう。まあ、さっき言ったたけのこご飯と鶏手羽元ですねの甘酢煮で、これは、さつまいもの甘露煮で、たけのこ余ったんでちょっとメンマみたいな感じ、たけのこメンマ作りました。あとは豆苗ともやしの梅肉和え、梅肉のり和えとなめこの味噌汁です。すごい。どうぞどうぞ食べてみてください。ありがとうございます。もういいよ。せーの、いただきます。やったね。いただきます。どうぞ。那須さんが夕飯を一緒に食べて、ね、一つ一つが不思議なんですよ。もううまい。うん、おいしい。じゃけのご飯おいしいですか。うん、味噌汁めっちゃおいしい。おいしいですか。よかった。自家製。うん、おいしい。梅肉。いや、マッサンに嫌いなもの何ですかって、お腹空いてた。あれやばいって思って。え、でも梅肉入れたから大丈夫なんですか。本当ですか。どういう基準。シソがビーってなってるさ、おばあちゃんちの麺が酸っぱい。うん、深い食べて大好き。こういう麺です。黄色大好きじゃないの。今日のレジェ、今日取り押し。うん、おいしい。うん、なんて言ったんだろうね。うん、視聴者の方分かってるかもしれないけど、ナス食レポだ、もう大不得意なんですよ。そうなんですね。大の不得意。お金取れます。取れります。取れます。取れます。取れます。なるほど。ナスは結構食べる方、大きな食べ大好きなんですけど、うん、切る結構取りやすくて、ナスさんと逆で、うん、あ、そうなんだ。結構すぐ吸収しちゃうんで、うん、なるべく抑えてました。現役の時は、現役の時もでも今もレジがバカになりました。赤飯だけ食って、うん、昔の時だったり、僕はこれを食べて現役が上がりまして、うんうん、一通りおかわりしちゃいました。マジで美味しい。恥ずかしい。
無事に。まあ、まあ大丈夫。僕も食べちゃってます。実はこれ二回り目です。これも。おかわりしてます。育ちも。もう昼夜といただいちゃって、ね、はい。本当にありがたい。はい、ということで今回松島達也さんの引退後の一日密着ということで、はい、撮影させていただいたんですが。でも密着史上一番濃いかもしれない。いや、ありがたいですね。本当に回すだけじゃなくて奥様の確かに、こんだけ一緒に出たの、テレビも合わせて一番多いかもしれないですね、うんうんうん、で、手料理もごちそうになっちゃって結構盛りだくさんでしたね。いや、楽しかったですね。本当に楽しかったですし、濃い内容にさせていただいたので、うん、本当にありがとうございますということで、はい、最後に、はい、今後の目標と、はい、これは一応サッカーをね、はい、好きな方々が多いということで、はいはい、サッカーファンに向けてメッセージじゃないですけどいただけたらいいなと思いますね。そうですね、はい、僕はまあサッカー引退しましたけど、うん、はい、まあ、やっぱ J リーグに対しても感謝の気持ちもあるし、うん、サッカーを盛り上げたい気持ちはもちろんあるので、うん、まあ、違った形になるかもしれないですけど、那須、うん、まあ、さんとこう一緒にこうやっぱサッカー好きだよね、サッカーを盛り上げようねっていう思いを忘れず、まあ、いろんな活動していきたいなと思います、うん、そうでした、忘れてた。この後ですね、マスシマ系チャンネルとのコラボをさせてもらいました。ありがとうございます。感謝です。いやいや、感謝です。マスさんのね、普段見えない姿も見れます。あ、そうですね。概要欄の方に貼ってありますので、はい、皆さんぜひぜひ、面白い内容になってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、一日密着、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。